問われて名乗る魔王子が増しきが、生まれは永州浜松在。十四の時より親から離れ、身のなりわいも、白波の、おを越えたるた働き盗みはすれども、非道はなさじ人に、情けをかけがわより、金屋をかけて祝塾で、貴族と噂考察の、われ配布のたらい越し、危うきその身の境界も、 もはや四十二人間の定めはわずか五十年六十四周に隠れなき俗とが長盆日本だえもんどすこいさてその次は江の島の岩国院の茅小上がり普段着慣れた振袖から曲げも島谷田に由がガ浜打ち込む波にしっぽりとおなごに化けた筒もたせ油断のならない小娘も小袋坂に身の破れ悪い雪な模竜の愚痴 土潤絵も二度三度。だんだん越えてく鳥居数八万宮のうじこにて。鎌倉武宿と肩書きも、島に育ってそのなさい。弁天小僧菊之助、どすこい。続いて次に控え氏は、月の武蔵の江戸育ち。夏季の頃より手癖が悪く、抜け棒でからぐれ出した。旅を稼ぎに関西を。回って主義も吉野山。マグナ仕事も大峰に、足を止めたるならの今日。小内といいてて寺や。 豪快入り込み盗みたる。金が見たけの罪み戸川。毛抜けの塔の二重三重。重なる悪事に高飛びなし。赤を隠せじ方眼の、お名前語りの中心義兵。どすこい。またその次に連なるは以前は武家の中小生。腰がために切り取れも。憎き哀えば残し側や。遠上が腹に身の錆びを、研ぎ直しても抜けかぬる。盗みの心の深み取り。柳の都八つ七五花水橋の切り取りから。 今んし若と名も高く、忍ぶ姿も人の目に、月影が八つ見越しが立て、今日ぞ命の明け方に、消える間近き星月よ、その名も赤星十三郎。いざ、どんちりに控えしは、潮風荒木小ゆるぎの、そなれの松の曲がりなり、人と成りたる浜育ち、神儀の道も、白川の、容疑者に乗り込む船盗みと、波間にきらめく稲妻の、白波に脅すピーピー c 背負いてたたれぬ罪とがは、その身に重き虎がいし。どすこい。悪事せのいと言うからには、いかでしまえう。木の空と覚悟は兼ねて死に立つさは。しかし、哀れは身に知らず、念仏嫌いの、乱光り決まる。どすこい。